30代を超えた頃になると経営者の友人がどん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 増えてきたりとか、えー、今までがうん会社の重鎮であったものが社会の重鎮という仲間が、えー、そのポジションのものが増えてきましたでその時に、えー、とその時に初めて自分も可能性を今までその自分が培ったものとか とというののを外でで通用できるのかなとそういう意欲がものすごく高くなってますね通常の会社であれば、えー、社長が変わったりだとか、えー、上司が変わったりだとか、えー、外から来られたりとかでそういう,うやっぱりうのが一般企業に見られると思いますけども病害業,業界の方たちはまあほぼやっぱりうん何店舗か、うん、経,あの経営されてる方が多いのでそまりその一人が。 思いを持って一国一路の主として責任を持ってやっていくっていうのに共感を得てその集合体のいわゆる美容業界健康業界癒し業界っていう方たちのおなさまおなまとかっていう方たちのお話を聞いてる中では一生付き合えるような業界なのかなっていう。 の思ったので美容業界の人材求人転職っていうところをやっぱりサロンさんもあるっていうのはやっぱり人材があるかなというところであのこの業界というかサロンキャリアを立ち上げました、はい、<music> 期間で、えー、掲載をいただいていたっていうのが今までの求人費とか。 もちろん有名なサロン様というのは、例えば10万円、20万円で、ね、何人も採用ができたりとかでしますけれども、そうではないサロン様というのは、掲載費を出してでも採用ができなかった時には、また出さなくちゃいけなかったりとか、一人頭の、例えばご採用費のコストが、本当に高くなってしまうというものがあったと思います。ですので、私どものやっぱり特徴は、 掲載費は永久無料とで採用ができましたら初めてそこで、えー、いい採用ができた時に、えー、成果報酬手数料と紹介手数料を頂戴しますとっていうのが、えー、特徴というかサロン様にとっての、えー、にとってはすごくいいことなのかなと思ってます。はいで もう一方の求職者様においては採用が決まったらそのおめでとうございますというですね採用お祝い金というのをですね私どもは設定というかあの出させていただきますので,でそういう面ではその2つが強い特徴なのかなと思ってますはい自分が考えているビジネスというのはやっぱりお客様があって成り立つというふうに思っておりますですから 買ってよいい商品だからだからご売りあのお尻みたいに売るんではなくて必然といい商品を我々がメーカーが的な立場でお作りすればお客様はあの自然と自然とやっぱり、えー、ご購入いただいたりとかご契約いただいたりとかけうちですと掲載いただいたりとか。 になると思ってますのでそこの部分ではやっぱりその買っていたらお客様目線というのが非常にサイト作りとして商品作りとしては重きを置いているというところですね。はい、やっぱり情報件数ナンバーワン会員登録ナンバーワン。 でそこで、えー、採用率ナンバーワンの、えー、サイトを作りたいと思ってます、はい、まずサロンキャリアを皆さんに知っていただくことっていうのが一番重要だと思ってます、はいまあ、それにはいろいろうん戦略とかありますけれどもで全国展開しているので,でうちはまあ全国にショールームとか、えー、拠点があるので でそこでの、えー、やっぱり協力体制とか、えー、あとは、うん、いろんなサロンサがガートの今までの蓄積したパイプがあるのでそこでのいろんな会合とかイベントとか、えー、勉強会とかに出させていただいてそらは各地に飛んでですけどね、はい、そこでロン、えー、キャリアの良さをですね、えー、皆さんに知っていただくということが。 考えられます、はい、やっぱりお客様に、えー、足を運んでお会いさせていただいてでそこでいろんな情報とか、えー、っていうのを得ていくと考えてますので、えー、一つはそのやっぱり情報を得るためにお客様ときちんと接することができるというのをマストとして考えてますけどね、はい、そうすることによっていろんな糸口とか業界の流れとか変化とか っていうのを、えー、理解できたりだとか、はい、でそれの商品にあサロンキャリアがそれに合った商品を提供できたりとかできるのかなと思ってます。はい。やっぱりそういう面ではうちのスタッフ従業員もやっぱり一人一人がやっぱりその意識を持って、で我々が担ってるとか我々が、えー、これから、えー、やっていくことっていうのは非常に価値のあるものだと。 いうものをやっぱり共有しながら、えー、そういう意味ではス,スタッフの、えー、一人一人のやっぱりス,スキルアップとかやっぱり成長っていうのも、うん、必要ですしそれができたら、えー、素晴らしい会社になるのかなと思います。はい